環境破壊による温暖化はついに北極と南極の氷を全て溶かし尽くした。あらゆる陸地は水で覆われ、海の底深く横たわっている。ここはウォーターワールド。人類はいくつもの水上要塞を築き、生き延びるために日夜戦っている。彼らの願いは本物の乾いた土地ドライランドを探し出し、そこに移住すること。しかし悪の帝王ディーコンの率いる凶暴な侵略者たちスモーカーズは、誰よりも早くドライランドを発見し支配しようと企んでいる。ディーコンに立ち向かえる者は誰もいなかった。あの男が現れるまでは。
ウツです。おい、その辺適当に撃ち殺せ。どう、やめとこうか。ここにいる奴らが必要になることがあるかもしれん。これしまっとけ。兄弟たちよ、リーコン、お前たちなんかと兄弟になるつもりはない。おい、そいつを黙らせろ。いたか、リーコン。黙れなんてな、二度と言わせるか。サンキューで、何だった。ああ、そうだそうだ。哀れな子供たちよ、魂をなくした民たちよ、ある情報がこの俺様に伝えられた。誰かが道を知っていると、行き先はドライランド。そうだ諸君、ドライランドだ。我々は道路を敷き、車を走らせる。上質な土地を整備し、優雅に歩き回る。そして18番ホールには俺様の記念碑を建設するのだ。そんなこと私が許さない。マリナもね。おい、ゲートを閉めとけ。マリナ、あの半分魚のお前の連れか。この俺の目をえぐり出した野郎だ。目玉ホーム。目玉ホーム。女を連れてこい。どうだ。いらない。そうか、俺様と対決したいのか。いいだろう、ゲームをしよう。女を見合ってろ。お前たち、何か捉えたか。この男です。土を持ってました。ああ、土か。なるほど、生き方を知りたいだろう、ドライランド。さあ、ゲーム開始だ。最初に話してくれた奴が生き残る。どうだ。やめて、彼は知らない。ダメだ、ヘレン。そうか、ゲームはお前の勝ちで生き残りだ。そしてお前の負けが決まったな。そいつを落とせ。さあ、ゲームはもういいだろう、ヘレン。ドライランドはどうやって行くんだ、教えろ。それとも次はお前か。ちょっと待ってろ。撃て。ああ、さっさと入った。消えた。そいつはマリナーだな。撃て、撃ち殺せ。お前たち分かってるな、有害な魚だ。駆除しろ。行け。おい、ヘレン、まだ話が済んでねえな。どこにも逃げられやしねえぞ。女を捕まえておけ。おいおい、マリナがこっちへ来るぞ。俺様のこの目でも確実に捕らえることができる。まあ、もたもたするわ。まあな、俺様がやれっつったらやるんだ。あいつの首を噛んでこい。よし、やれ。やってくれるじゃねえか。俺たちは銃を持ってんだよ。あいつは水だけで俺たちを蹴散らそうってのか。こいつら一体
誰に鍛えてもらったんだ。なんだこりゃ。こいつを使えるようにしてくれ。女が逃げるぞ。飛行機はどこだ。
新しい世界の運命を決めようじゃないか。支配するのは人間か魚か。マリナ、ボートを出すわ。どこにも行けねえよ。ボートに穴が開いてたらな。マリン、どこまでも間の悪い男だ。ほら、マリン、俺様の飛行機に当たっちまったじゃないか。おいマリナ、嘘だろ、こんなもんか。まだ遊ぼうぜ。なんだ、突っ込んでくるぞ。マリナ、お前の仲間を全員殺した。今この俺様を誰か止めることができる。お前か、その足じゃ立つこともできんだろうが。このウォーターワールドのビーコン様が祝福しよう。新しい王国の誕生を。ドライランドこそが俺の運命だ。ねえビーコン、なんだ、うん、貴様、あっさい、まさかこんなことで、こんなとこで俺は、いや、俺は。わかった、ジェイコン。そしてマリナーはラシルマンだけを共に再び旅立っていく。果てしない海、ウォーターワールドへ。ウォーターワールドのキャストです。下段のお客様はもうしばらくそのままでお待ちください。繰り返し